佐藤選手。どうも、佐藤です。はい、ということで本日はですね、現在こちらシアトルに来て2日目、なんですけども、現在こちら、旧セーフコフィールド、現在のですね、ティーモバイルパーク、シアトルマリナーズの本拠地ですね、に来ているんですけども、今日はですね、午前中であったりとか、まあ、この球場でその学生の試合っていうのをやっていたんですけども、夜ですね、っていうのは、セレブリティソフトボールっていうのが開催されまして、そこでですね、その現地のスーパースターであったりとか、過去、例えば2000年代初期に、シアトルマリナーズで活躍した選手が集まってソフトボール大会っていうのをやるんですよ。まあ明日ですね、っていうのはまたいろんなショップを巡ったりとかっていうところをしていきたいなと思います。 The next day。ですね、去年も来たんですけども、LA の方でですね、ドジャースタジアムでもあったんですけども、こちらプレーボールパークでございます。まあ、知らない人もね、いらっしゃるかなと思いますので説明いたしますと、まあ、各メーカーであったりとか、まあ、いろんな企業がですね、いろんなブースを出展してまして、まあ、そこで販売したりとか、まあ、いろんなね、こうアトラクションもあったりとかします。で、まあ、やっぱりオールスターなのでオールスターの公式グッズのブースっていうのがあるわけですよ。もちろんそちらの方もですね、行って買い物の方したいなと思うんですけども、まあ、まずはですね、こちらプレーボールパークはどんな感じなのか、どんなブースがあるのかっていうところをですね、簡単に回っていきたいなと思います。まあ、やっぱり今回オールスターゲームということなので、まあ、今回出場選手っていうところをですね、まあ、軽く話せればなと思うんですけども、まあ、やっぱり日本人選手ですね、まあ、大谷翔平選手ですよ。まあ、ホームランダービーには出ないんですけども、まあ今年ね、シーズン始まって、まあ、前半戦が終わりますけども、まあ、ホームランランキングアメリカンリーグトップということで32号ホームランを打ってるわけですよ。まあ、今年はもうね、ヤンキースのアーロン・ジャッジが、まあ、ちょっと怪我をしてしまったので、まあホームラン王かなりチャンスあるんじゃないかなということで、まあそういったね、大谷翔平選手の活躍っていうところも今回のオールスター見たいところでもありますし、まあ、あとはですね、日本人選手もともと一人だけやったんですけども、千賀滉大投手がですね、今年ニューヨークメッツに入団したんですけども、追加招集といいますか、ストローマンが交代になってしまって、で、登板間隔の問題で交代になったんですけども、千賀投手がですね、出場するということで、まあ、日本人選手2名ですね。まあ、あとはですね、ボストンレッドソックスの吉田正尚選手ですね。まあ、今アメリカンリーグの打率3位とかなので、もしかしたら選ばれるかなっていう期待はあったんですけども、まあ、ちょっと出れないということなので、まあ、そのあたりもね、日本人選手の活躍っていうところもオールスターで見たいところでもありますし、まあ、いろんな、プレイヤーいますので、まあ、ちょっといろいろ話したいなと思います、それは。はい、ということで、まあ、各ブースですね、注目のブースといいますか、まあ、人気のブースっていうところを紹介していきたいんですけど、こちらですね、まあ、こちらはですね、選手の、球場のですね、まあ、クラブハウスを模したですね、ロッカールームみたいなものがありまして、まあ、各選手ですね、まあ、今回の出場選手のロッカーみたいなものがあるんですけども、まあ、そこにですね、まあ、例えば大谷翔平選手であれば、まあ、ユニフォームであったりとかももちろん飾ってあるんですけども、まあ、日本の漫画があったりとか、幼い頃の写真があったりとかで、あとはまあいろんな選手があったりするんですけど、その真ん中の方ではですね、各、まあ、有名なレジェンドプレイヤーですねが来て、こうトークショーをやったりとかするんですけども、今はですね、こちらトークショー始まる前なんですけども、抽選に当たった方、チケット持ってる方だけが、入れるので、今はちょっと入れないんですけど、まあ、そういったブースっていうのもあります。はい、ということでこちらですね、まあ、MLB ネットワークの、ブースになるんですけども、まあ、テレビであったりとか のブースなんですけども、まあ、ここではですね、まあ、例えば、会見であったりとかね、後ろにこういろんな、ロゴが入ったボードっていうのがあると思うんですけど、その前でね、みんながこう会見したりすると思うんですけども、まあ、そういったものが、皆さん体験できるようになっております。まあ、例えばね、マイクスタンドがあったりとか、まあ、その奥ではですね、もう本当にテレビ局のこう、セットみたいな、ものがこう用意されておりまして、まあ、そこでこうキャスターの、体験ができるという風になっております。はい、ということでこんな感じで後ろにボードがね、あって、皆さんニュースとか、記者会見とか見ることがあるかなと思うんですけども、こんな感じで、写真が撮れたりします。また場所を移動してなんですけども、こちらはですね、まあ、過去 そのトロフィーであったりとか、まあ、直近で言えばですね、WBC、まあ、日本がね見事優勝したわけなんですけども、まあ、そういったトロフィーであったりとか、まあ、そういった記念のグッズっていうのが置かれています。あとは選手が実際に使った、用具ですねっていうのもあったりするので、ちょっと見ていきましょう。はい、こちらですね、WBC 今年の2023年の WBC の決勝戦で、まあ、こちらですね、この WBC の優勝トロフィーなんですけども、2017年に開催された第4回大会になるのかな、確かアメリカが優勝した時の優勝トロフィーになります。
ここにはですね、イチロー選手のバブルヘッドであったりとか、イチロー選手のサインボール、あとは実際に使用した手袋っていうのが展示されています。あのスニーカーが好きで野球のことをあまり知らないという方であればですね、あまり馴染みのないメーカーかもしれないんですけども、メジャーリーグでですね、手袋、あのバッティングするとき打つときのですね、手袋の、メーカーでシェア率ナンバーワンといえばこちらのフランクリンのブース、もうメジャーリーガーのほとんどがフランクリンの手袋を使ってるかなと思うんですけども、今回まあオールスターに合わせてですね、オールスターのロゴが入ったフランクリンの手袋っていうのが販売されています。これは毎年オールスターで販売されているんですけども、それをちょっと見に行きましょう。こちらですね、まあ、今回のこの MLB のオールスターゲームのロゴ、これが入った、手袋ですね。この辺りは日本国内ではねあんまり販売されていないので、結構注目、まあ、質も本当にいいですし、草野球やってる方なんかは結構注目する、アイテムなのかなと思います。で、まあこちらですね、あの去年もですね、あの行かせていただいたんですけども、まあやっぱり MLB オールスター、 MLB のスパイクといえばですね、どんどん年々ですね、まあ、派手になっていってる。で、そこでですね、カスタム職員もいます。今年もですね、そのカスタムのブースっていうのがありますので、まあ、展示されているそのカスタム、したアイテムっていうのを見に行きたいなと。こちら実際後ろにはですね、そのカスタムの職人の方ですねがいて、リアルタイムで、カスタム、ペイントをしたりしてるっていうのもあったりします。そのペイントしてるね、様子っていうのも見れたりします。で、こちら実際にね、そのカスタムしたスパイク、まあ、やっぱり、スニーカー好きの方多いかなと思うんですけども、こういったスパイク、まあ、ジョーダン1であったりとかナイキのクリスっていうのが展示されているんですけども、もうこういったものはね、もうなかなかこういう場でしか見れないので、もうぜひこういったところに来た際にはぜひ見てほしいアイテムかなと。あの日本国内でもいろんなカードっていうのがですね、まあ、人気、まあ、例えばポケモンカードであったりとか遊戯王カードであったりとか、いろんなカードが人気かなと思うんですけども、こちらトップスのブースですね、野球の、カードといえばやっぱりトップスということでですね、トップスのブースっていうのがここでいろいろ販売されてたりとかするんですけども、めちゃくちゃ並んでます。で、こっちの人らでですね、もうここで買って、で後ろにですね、あのフードコートとかのベンチがあったりするんですけども、もうボックスで買って、もうわーってみんな開けてて、でその場でトレードしたりとかっていうのもやってるので、もうここはもうめちゃくちゃ大盛況、人がずっと集まってます。はい、ということでビビさん、はい、おはようございます。ということで、はい、グッズコーナーですね、来ましたね、また、ほんまやったらですね、まあ、1日目2日目の時に行きたかったんやけども、人がちょっと多かったので、あの、まあ、人の少ないタイミングで、はい、3日目に来ております。はい、ちょっとまあ入り口のところからね、あの順番に見ていきたいなと思います。まずはこちらですね、ミッチェル、まあ、いろんなユニフォームとかもあったりするんやけども、ちょっとまあ古い感じのデザイン、このマリナーズとか90年代初期とかのねデザインがあったりとかするわけですよ。もうケン・グリフィー・ジュニアがルーキーの時代とかで、まあミッチェルね、あのウェアっていうところもそうなんですけども、こちらキャップですね、まだこれはこれでね、あのニューエラとはちょっと違ったようなデザインとなっているので、で、まあ、こちらアパレルですね。そう、前回のシアトルでオールスター開催されたのが2001年、イチロー選手がルーキーの時代に、はい、まあオールスターがシアトルで開催されたんですけど、まあ、それ以来ということで、まあ、その時のデザインがこう使われて、まあ、今回のやつですね。でですね、まあ、やっぱりスニーカー好きとなればですね、はい、ちょっとその野球選手っていうところにこう馴染みがなかったりするかなとは思うんですけども、まあ、やっぱりスニーカー好きの方でも分かる選手っているんですよ。いや、いますね。はい、こちらケン・グリフィー・ジュニア、はい、こちらアパレルですね、懐かしの。下にはこちらイチロー選手ですよ。で、このイチロー選手とこのケン・グリフィー・ジュニアのこの並びですね、はい、胸厚で、これがあの2007年にあのイチロー選手がオールスターサンフランシスコで開催された時やねんけど、ランニングホームランを打ってMVP を取った時、MLB のそのオールスター史上初めての、そうやね、あのランニングホームラン。今はマイアミマーリンズやねんけど、フロリダ時代、フロリダマーリンズ時代のデザイン。色めちゃ綺麗です ね。で、アトランタプレイ、ちょっとなんかこう試合前に着るようなジャージっぽいデザイン。こっちね、めっちゃ可愛いっす、ヤンキース、はい、で、こっちはリーグのデザインですね。アメリカンリーグでこう袖にそれぞれのチームのロゴが入ってます。これグリフィーがあれかな、ホームランダービー出た時かな。あ、97年だ。やっぱりオールスターならではの、アパレル、はい、こちらですね、オールスターユニフォーム、アメリカンリーグ、ナショナルリーグ。多分本ちゃんはこっちになりそうな感じ、この展示の仕方やと。迷うね。まあやっぱり
やっぱりこの選手じゃないですか。大谷さん、大谷さんのユニフォームですね、アメリカンリーグ。まあ、こっちの T シャツなんかはこう野球好きやったらこうゲームシャツが良かったりもするけど、 T シャツやったらさらっと着れるやんか。そうやね、こういうのもいいよね、軽く着れる。結構着やすい生地ですね。ドライフィットですね、うん、これはありがたい。友人が言ってきたんですよ、うん、で候補の中にこれありました。あ、お土産、お土産もうこれはね、まあ、日本でも多分販売はもしかしたらあるんかもせえへんけども、まあ数が少なかったりとかもするから。はい、こちらケン・グリフィー・ジュニアの愛称ザ・キッド。なるほど、まあ、これもいいっすね。あ、これもええの。記念が書いてますもんね。あの各タイトルであったりとか、はい、オールスターに出場した時のね。で、俺の好きなムーキー・ベッツ。あ、パーカーもあるやん。ほんまや、背中ロゴが、あ、それぞれの出場したオールスターの時のロゴや、オールスターゲームのロゴや。すごい。さあ、ここですよ。はい、ゲームシャツ背番号付きのね。昨日来た時は大谷選手とアクーニャジュニア、各リーグのそれぞれ1人ずつしかなかったんよ。そしたらフリオ・ロドリゲス、マリナーズの選手、はい、44番、はい、があったりとか、ちょこちょこ増えてるんで、はい、もしかしたらそのオールスターゲームに近づくにつれてどんどん選手が追加されていくんかなっていう。毎回かなんかほんまにでもやっぱり俺は、まあ、今回の出場選手の中で好きな選手、うんうん、ムーキー・ベッツのゲームシャツはちょっと買いたいね。なるほどね。まあ、大谷選手のユニフォームに関しては、プレゼント企画やります。そこで入れますので、この後ね、オールスターゲームのコンチャーの動画とかも上がったりするんやけども、そこで応募フォームのリンクつけときます。で、まあ、他はね、背番号なし、このブランクのやつ。あ、はいはいはい、こういうのもいいよね、うん、これやったら、まあ、誰推しじゃなく、そうそうそう、まあ、今回のこのユニフォームに対してでいいもんね。そう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 、ビビでも L でいけるね。L でもいいよね、うん、で、これが、M、 M、 ちょっと丈とかがちょっと短くなるね。でも M でもいいかも、うん、あの1枚で着る分やったら。確かに。ただね、パーカーとかそう、ロンティーとか夏場はいいけど冬場にはね、ってなると下に分厚いの着るから L の方がいいよね。まあ、僕はムーキー・ベッツを買います。はい、好きな選手なので。いい、ね、でも、もう来た時から言ってたのでそう、ムーキー・ベッツがあれば買うって。ビビはなんかこう欲しいものがある。そうやね、僕はちょっと帽子と、あと観戦する時のなんか T シャツでも買おうかなと思って。あ、いいね、あれを見てたんだよ。これ、あ、これね。そう、あ、ボディに上らないやそれ。で、今回のマークがね、あのロゴが後ろにあるんですよ。おお、すごい。で、まあ、こうやってきてどうすか。あ、かわいい。いいよね、うん、なんかちょっといい。後ろに鏡あるで。あ、かわいいやん。うん、で、まあ、後ろはせっかくね、応援するんで。そうね、このオールスターゲームのニューエラボディ、こういうの出てんねんの。色いいですよね、うん、で、やっぱりこちらですね、今年のオールスターゲームキャップ。で、刺繍が全部縁がシルバーの、はい、あれになってる。メタリック、ん、メタリックシルバーって言ったんやから、なんか最初、まあ、はい、あまり馴染みのない色かなと思ったんやけどな、うん、意外と、ここで実際に被ってる人見てたらありよな、うん、馴染んでんね。いや、そう、めちゃ可愛いと思って。そう、もともとのチームのカラーっていうのもあったりするから、多分こっちがホームランダービーで被られるんかな。で、多分この辺りの、オールスター、今年のオールスターのキャップっていうのは日本国内でもちょこちょこは多分出てるので、多分だから買えるのは買えると思う。まあ、とりあえず俺はね、まあ、今年の、まあ、オールスターなのでシアトルいた、いっぱいいたこれはまあ鉄板で買うでしょう。どうなんでしょう。いいですね。どうなんよ。あ、サイドいいですね。サイドいい、問題ないです。これもう一個サイズ下げてもいいかも。あ、4分の1でもいけるな。ちょっと大きかった。うん、ニューエラのね、5950ね、個体差結構あったりするから、あれっていう時はあるけど、これ4分の1で大丈夫。4分の1でいけるね。で、ちょっと僕はね、友達のお土産もあって、はい、お土産もね、パドレスですね、サンディエゴパドレス。パドレスファンがいるので。あるないな。っとしかもパドレス人気、そう、パドレスが人気で。おっと、サイズがねえな。わお、もうないかも。
ちょっとまさかのあの知り合いにパドレス買っていこうっていうのを思ってたら売り切れてたね。まさかの人気でちょっとなかったので、ね、別のところでこれは探そう。そうやね、うん、でですね、はい、あのまあアパレル、いろんなアパレルもあったりするし、うん、まあ、それこそニューエラであったりとかね、うん、そのナイキのゲームシャツとかは人気あったりもするんやけども、はい、多分日本国内であんまり見ない、うん、見たことがないやつがあるんですよ、はい、こちらプロスタンダード、はい、ここのアパレルね、もちろんその MLB の球団のロゴっていうのは入ってたりもするんやけども、うん、あのね、ワッペンの質が全然違うのよ、はいはいはい、めちゃくちゃ肉厚で、これすごいね、 T シャツとかにもやってるんやね、うん、そのまま、そう、ゲームシャツとかにもつけるようなそのワッペンを T シャツに貼り付けてんのよね、はいはいはい、で、こっちの黒黒、おしゃれやん、これ黒黒なんやけど、こういうのいいよね、ちょっと高級感ありますね。ね、ちなみにこれでおいくらドル？59ドルでこのクオリティって結構じゃない？いいですね、うん、あ、ムースこういうの好きやで、昨日写真撮ったね、撮った撮った。で、こちらですね、ちょっとこうプレミアグッズというか、うんうんうん、ちょっと違うコーナーでして、うん、というのもその選手のサインであったりとかが入ったグッズっていうのが販売されています。例えばこちら直筆のサインボールであったりとかね、まあこういうパネルっていうのもあったりするんだけど、このパネルもちょっとすごくて、普通の写真だけじゃないのよ、このボールの切れ端みたいなのが入ってんのよ。そんでこっちよ、こっち、サイン入っちゃってるよ。そう、大谷選手のユニフォームに直筆サイン、ちなみに1499ドルです今ならやね、はい、ただこれもどんどん上がる可能性はある、まあ今後ね、価値としては、うん。でこっちは、実際にこう選手が被るヘルメットにサインが入っていると。で今回マリナーズの期待の若手のフリオ・ロドリゲス、はい、ジョーダン13、これは、ムーキー・ベッツ、ドジャースの俺の好きな選手、はい、ジョーダンブランド契約やねんけど、いろんなジョーダンのスパイク履いてんのよ、はい、がボストン、今ドジャースやねんけど、その前ボストン時代でその時に履いてたよね。で、すごいのがあるんですよ。はい、どれですか？バットですね。で、こういうデザインのバット、こういうすごいデザインやんか、こういうのをホームランダービーとかで使ったりする。まあ実際にはね、あのこんな派手なバットは試合では使われへんから。そうなんよね。今イチロー選手のサイン入りバットを買おうとしてますね、この方は。ボール、あ、そう、記念ボールだね、これは。今年のオールスターのロゴが入った。もうめちゃくちゃ買ってますけども、最高だね。いや、かわいい、色買ってるね。かわいいんですよ、ついつい買ってるね。これね、いっぱい買ってるように見えるでしょ。あの、僕のやつはこの中の2つだけです。はい、何ですか、じゃ あこれプレゼント企画用です。いいですね、視聴者プレゼントです。ので、多分次オールスターゲームとか の, あの動画が上がると思うんですけども、そこであの応募フォームとか、あの、いろいろやると思います。あ、楽しみにしててください。それぞれはあの後で紹介します。はい、あとはケイスケ、なんかお土産買ってこう。あ、せやな。あ、お、なんか地味に喜ぶもんあったわ。お、マジ？ケイスケ地味にね、野球用品好きなのよ。手袋とか、俺何個かあげてんねんけど、はいはいはい、これの S とか買ってくか。どこに書いてる？これ右上。あ、これね、うん、あの子のある、あ、あるわ、あった。オールスターのね、このロゴが入ったこの手袋、はい、これケイスケに買ってこうぜ。いいよね。確かあいつ S で入ったと思う。プレイボールパーク、グッズですね、のコーナー行ってたんですけども、はい、バコード買いました。買いました。まあ、ビビはね、もう家族の T シャツであったりとか買ってるかなって思うんやけども、ね、はい、僕はですね、個人的な買い物は2点だけ、うんうん、自分用のは2点だけ。ムーキーベッツのゲームシャツと、はい、シアトルマリナーズのオールスターキャップ、はい、あとは友達の、ケイスケとかのお土産ですね、はい、いいですね。あとこっちパンパンに入ってますけども、これは全部視聴者プレゼントです。イエイ。ユニフォームであったりとかね、いろんなものがあったりしますから、楽しみにしてほしいですね。はい、これはね、あの3本目オールスターゲームのね、動画が公開されるので、その時に、まとめて紹介して、応募フォームのリンクっていうのをつけたいなと思います。はい、昼飯です。僕がフィッシュ&チップスね、シカゴドッグ と、うん、ベーグル。まあ、
だよな。はい、あのプレッツェルか、はい、カロリーまみれの昼飯をいただきます。いただきます。あのプレボルバークからですね、あのちょっとまあ5分弱ぐらい歩いたところになんですけども、ホームチームっていうですね、まあ、ショップがありまして、まあ、そのポップアップをですね、ポップアップというか横にですね、あのご飯屋さんみたいなところがあるんですけども、はい、そこの一角を使ってですね、まあいかついそのプロ野球選手、メジャーリーガーのスパイクであったりとかを展示しているんですよ。で、まあ、これが後ろにあるんですけども、まあ、ここはね、あのメシアで、基本メシアでそのスニーカー、スパイクっていうのを展示しているだけなので、ちょっとそれを見に行きたいなと思います。見ましょう。はい、こちらでございます。これ全部ね、あの選手のスパイクなのよ、はい、歴代使ってきたスパイクなんですけども、これなんかあのイチロー選手のスパイクですね。でその横は、アレックス・ロドリゲス、A ロッド、ショックやんな。そう、ショックス、ショックスのソール使ってて、うん、そうなのよ。冗談、しかもフォースワンとのあのフュージョン、はい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 、前はここの部分ね、フュージョンのやつですね。これ多分今年か去年ぐらいだったかな、あのマニーマチャドっていうですね、あの、サンディエゴパドレスの選手が使ってたスパイク、今現在のジョーダンブランド契約選手ですね。すごいあれですね、うん、あのアニマル柄を取り入れた、そう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 、スニーカーとかでもないですよ、うん、で去年引退いたしましたアルバート・ブホルスのスパイク、ケンブリッジ・ジュニアのやつかな、これは違うわ、バリー・ボーンズのやつや、年間のホームラン記録の持っている人の、スペースジャム、これデレク・ジーターが履いてたスペースジャム、これまだ綺麗ですね、うん、でジーター、はい、ジーター、はい、でジーター、はい、この全面パテント、ジョーダン4、ジョーダン4のエアーがちょっと違うね、はい、これなんかマイケル・ジョーダンのサンプル、リアルな、はい、ということで、まあ、さっきね、まあ、スパイク、うん、まあほんまにたまらんくてね、長かったもん、滞在時間もうまだ終わらんのかなぐらいずっと撮ってました。本気で撮ってて、まあだからショート動画もね、ちょっとあれだけで作ろうかなって思ってるんやけども、はい、あのまあ、初日にも話した古着屋さんですよ。ここから買い物ですよ。そうですよ、また買い物なんですけど、はい、あのまあ知り合いの方がね、あの教えてくれた古着屋さんがありまして、はい、まあ、ここは古着屋行くんやったらここがいいですよっていうのを言ってもらっててんけども、たまたま今現在オールスターウィークということでですね、まあ、多分それにぶつけたんやろうなと思うんですけども、はい、まあ、ニューエラの別注でまあ有名なハットクラブが、はい、ポップアップをやってるんですよ、ここで。なので別注アイテムが今ここに置いてるってことですね。そうなんです、はい、ということで、まあ、あるかどうかね、この撮影の前日からやったんと思うんで、多分もしかしたら売り切れてるかもしれへんけども、行ってみよう。ほらこれですよ、これ。あ、別注カラーね。そう、まあ、今回用に多分作ってるんやろうけど、そうしたこれあなたが欲しがってるデザインちゃいます、はい、はい、これはあれば買いますあれば買いますあ、ハットクラブって貼ってあるわ。ここからですね。一番欲しかったやつは売り切れてるけど、これ買います。こんな感じでここの古着屋さんね、まあ、どっちかというと NBA とかが強いのかなっていう感じがしてて、 NBA とか NFL とか、デューク大学、この辺りとかビビさん好きそうね、はい、ここら辺は。あ、バットマン、バットマン、バットマン、懐かしい、これ、集めてた。いろんなね、イチローさんがあるんですよ、これはマジで僕が小学生の頃に集めてた。ナイキのドップタグとかある。ナイキランニングって書いてる、これかわいい。ベティとナイキやねん、これだ、ブート、ブートだねめっちゃおもろいよなこういうの、今思えばパクリとかでいいよね、うん、面白いよな。おおお、いや、これな、いいよね。これな、もう一個ありまして、でもこのデザインなんかいいの、こっちもあったんや。おおもろいよな、いいよ、首元まで、ね、うん、ここまでもプリントしてて、あ、裏も、いや、すごいよ、ね、いや、表裏一緒やはい、はい、買いました、はい、おめでとうございます
リビはどうやった？いや俺もね悩んだんやけど一個ね、うん、面白い T シャツがあってスーパーマンの絵描いてるんやけど、うんうん、なんかホスピタルの、まあ、要は病院系の イベントごとの T シャツがあって、うんうんうん、面白く可愛いな思ったんやけど、うん、サイズがさ多分こうピチピチなりそうやったピチピチなやつちょっとまあまあまあそれはしゃあないわね、はい、まあまあそういうのもねあったりするんですけども、あ、僕はニューエラまだ買いましたよ今日。このな青いのよう見るわ。はい、でもこれはあれその別注の方かな、ハットハットストップエクスクルーシブ、はい、どっかのエクスクルーシブやら別注やろな、やっとね。ただまあ今回のこれは、全部売り切れです。なんか1日で売り切れそうそうそう、一日で売り切れとは言ってたから、まあこれ俺が欲しかったこれはもうないね。まあでもこっちも良かったよねあれば。あ、そうだね、うん、これもでもなかったね。なかったてかまあそんだけあのハトクラブ人気ということで。ただいやでもいいの見つけました、掘り出したね、うん、ポンって見つかったよね。そうね、あのまた増えたね。増えましたね。同じ色ですけどね、あまあいいんですよ、まあ、いいんです、こういうの何本あってもいいんですよ。いいんですいいんです。はい、ということでちょっとふざけたあの登場の仕方やったんですけども、あの多分映像が映っていることを期待しています。、はい、ということでなんですけども、はい、また移動してきてですね、うん、まあ、やっぱり僕のチャンネルといえばスニーカーですよ。はい、はい、ここまでですね僕の買い物が全てニューエラーと、ね、ベースボールシャツっていう、なんか全然見えへんかったですね。スニーカーの、ね、なんかスニーカートーク今回あんましてないな。今回ほとんどしてなくて、だいたい海外行ったらスニーカーショップ回んねんけども、はい、まあ、シアトル自体がそんなにスニーカーショップ自体がまあまず多くないというところでですね、まあ行けてなかったんだけども、まあ、1店舗あのリテール、はい、まあ、他にもリテールベイトであったりとかっていうのがあったりすんねんけども、うん、読み方が分かれへんねんけど、ライク LI フット多分ライケルライケルライ分からん。これですこれです。ライケリーライケリーかライケリーフットライクライフットライクライオッケー、はい。でなんですけども、あのこちらですね、あのリテール、小売店のですね、まあ、スニーカーショップになります、はい、でこちらになんですけども、あの、まあ、ナイキのね、あの野球のアカウントっていうのがあるわけですよ、うん、あのナイキダイヤモンドっていうアカウントがあるんやけども、今日この撮影をしている朝にですね、あのこちらグリフィーマックスのね、あのシグネチャーといえばやっぱりケン・グリフィー・ジュニアなんですけども、ケン・グリフィー・ジュニアがお店に来て壁にサインしてあったんですよ。出てましたね。そう、それを見て、それはもうちょっと見に行きたいとね、野球ファンやし、今回持ってきてもグリフィーマックスやし、グリフィー好きやし、はい、ね、今日生きてるのイチローでなんですけども、そうですね、いやでもね、好きやしね、そう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 、でまあやっぱりスニーカーもね、あのこっちの、うん、リテールに何があるのかっていうところも見たいですし、はい、まあ、マックアタックがあればいいなとは思ってるんやけども、まあグリフィーマックスもね、うん、あれば欲しいなと思いますし、で、なんかこの地域でそのグリフィーの関連の、イベントみたいなのをちょこちょこやってるっぽいのよ、はいはい、まあやっぱシアトルなので、はいはい、なんかお店でやってるの、そうそうそう、いろんなお店でいろんなお店でなんか展示してたりとかっていうのがあんねんけども、はい、こちらの店舗ではですね、50ドルナイキの製品を買うとなんかノベルティがもらえるらしいんです、そのケン・グリフィー・ジュニアの。それは、ね、先着かな、わからん、あ、まあでも今日の朝やからまだあるだろうっていうね、うん、オールスターウィークやからちょっと期待はしている。今のうちやったらまだあるかもね。そうなの、まあ、グリフィーマックスあったら欲しいな。なんかね限定グッズとかも売ってるっぽいの でまだ入ってないけど、ちょっと外から見た感じではあれってね、あるかも、あるかもやね。今このカメラの裏側にですね、裏側っていうか道路挟んで裏側やねんけども、はい、見えてるのよ。っていうことでちょっと行ってきたいなと思います。今日はこの、この店舗でこの動画を締めたいなと思います。はい、行きましょう。行ってきます。なんかこっちはまたちょっと街並みが変わるよね、シアトルの。でもこれほんまにもう大都会のもうど真ん中じゃないこれ、ね、すごいよね、綺麗、見えてますね。なんて読むんやろな、ちょっと見ようかな、読み方がめちゃくちゃ気になる。いややな、うん、ライケリーや、ライケリーなんだ、ライケリー、あのな、多分これ I やけども Y で読むならライケリー、へー、だから何かこう当ててるんかなーっていう、
ライケリーフット、はい、もし違ってたらコメントで教えてください。知ってる方ご存知の方いらっしゃれば聞いてみたらライケリーフットでした。ビビさんさすがです不安になるわ、うん、ね。で、はい、まあやっぱりグリフィーということで、はい、こちらノットフォーセールなんだけども、まあ、この辺りのグリフィーマックスとかはね、あのまあ普通に販売されたやつなんだけど、はい、多分今年用に多分これ作ったんちゃうかな。で、あのプレイボールパークのマネキンも入ってた。で裏ですよ、グリフィーのグッズがこう展示されてるんですよね。まあ、手袋があったりとかするわけですけども、ね、今回はこれ、あ、そうですね、私の、そうです、私ちょうどね、ナイキン、はい、イチローさんですけど、いいですね、あ、イチローさんですね、ちゃんとここはね、この展示の仕方がね、独特なんですよ。これはすごいね、綺麗。店舗、あのここの店舗以外にもあったりすんねんけど、はい、この段々になってるこの展示の仕方っていうのがこのお店の特徴で、うんうんうん、昔あのもう今は解散しちゃったけど、あのカリブラ、カリスマブラザーズがあのシアトルのもう一個、もう一個の店舗の方に行ってて、俺らそうもう一個の店舗の方行ってたんや。昔行ってて、このディスプレイの仕方を覚えてて、こっちじゃあここや。でもこっちの方がさらにあるよね、広いのよ。で、ここに、うん、まあ午前中ね、アカウント見てたら、うん、ケン・グリフィー・ジュニアが来てサイン書いてたので、探そう。うん、エアシップある。この色いいや、うん。はい。はい。はい。まあ行ってきたわけですよ。うん、で、まああの店内はね、あのすごい綺麗なショップで、ディスプレイもね、めちゃくちゃ良くて。よかったね。で、エアシップがあってね、まあ、うん、びっくりしたわけなんですけども、サインがですね、どうもあの映像の中ではここのお店っぽくいい映像にはなってんねんけど、どうもどっかの、うん、なんか違うところでやられてた場所の壁か何かで、うん、そうですね、何やられてただけっぽい、どっかのオフィスっぽいのか何なのかのニュアンスでお伝えされて、いや、あのおっしゃっていただいてたので、うん、ここにはなかったっすね残念そのサイン見たかったね。見たかった、グリフィーの、グリフィーのねサイン見たかったんだけどね。でグリフィーマックスも売ってなかった。なかった、はい、どまいですね、でマックアタックもなかった。なかった、なかった。あ、でも一個面白いのあります、ね、あ、エアシップな、あ、エアシップ、あ、そうそう、あ、エアシップもあったし、まああれはちょっと目玉かなーって、うん、あ、これ残ってんねやと思って。色もね良かったですね、うん、そうっていうですね、はい、まあ、締めがですね、すごく歯切れが悪い締めになっちゃうんですけども、こうね、グリフィーのねサインを見てってなって、こう終わりたかって。そうやな、そうやねん、今日の朝の動画を考えた時にはそうやってもうそういう構成で動いてたもんね、一日。そうなのよ、やっぱ海外行ったりとかしたらね、ある程度こうねスケジュールを組んでいかないと、そうやな、その場あたりだとね、あの行けないので、うん、まあ、ここ行ってここ行ってっていうのを考えててんけど、締めれなかったいやでもなんかね、気持ちいいね、ここ気持ちいい、ここは気持ちいいですあの単純にあの、はい、日向ぼっこしてる感じになりますけど、のんびりできた日ですしね。まあ、なのでそのキングフィージュニアのサインの映像に関してはですね、あのナイキダイヤモンドの、インスタのアカウントでその映像が見れるので、あの見てください、はい、それを見て僕はここでやってんねやって思った、勘違いしたやつですしかも行ける距離やからさそうやな、しかもあの2店舗回ったからね。そうね、あのほんまはねもう1店舗あって、多分こっちの方が新しいんやと思うねんけど、古い方かな、あれはどっちにあるかわからんから、とりあえず両方見たけど両方なかったねどんまいどんまい、しゃあない、はいはい、ということで、今日の動画は終わります、はい、はい、ということでですね、いよいよ、明日明後日に関してはですね、MLB のホームランダービー、そして、MLB オールスターゲームの本チャンですね、開催されるので楽しんでいきたいなと思います。楽しみます、はい、ということで本日の動画が良ければぜひグッドボタンとチャンネル登録、そして通知もよろしくお願いします、はい、また次回の動画でお会いいたしましょう。 See you later. バイバイ。